長野県の皆様こんばんは、ヤミーです。料理研究家のヤミーさん、たった3ステップでパパパッと美味しい料理を作っちゃうスペシャリストなんです。今日作るのはズッキーニのミートボール風。ギリシャでよく食べられている肉料理を野菜を使ってヘルシーにアレンジしちゃいます。今日も楽しく3ステップクッキング。ステップ1、種を作ります。ズッキーニはすりおろしてから手で水気を絞ってボウルに移します。ニンニク、ミント、玉ねぎはそれぞれみじん切りにしてボウルに移します。そこにパン粉、薄力粉、塩、胡椒、卵を加え全体がなじむまでよく混ぜます。種の水分が多い場合はパン粉の量を増やして調整しましょう。ステップ2、ソースを作ります。ボウルにヨーグルト、ニンニク、塩を加え混ぜ合わせます。このヨーグルトソースは唐揚げやフライに合いますのでぜひお試しください。ステップ3、揚げ焼きにします。フライパンにオリーブオイルをひき中火で熱し、温まったところにスプーンで種を一口大にして落とし入れます。こんがりと焼き色がついたら油を切り器に盛り付け、ソースをかけて完成です。ブロッコリーやナスなどお好みの野菜をみじん切りにしたものでも美味しく作れますよ。ボリュームがあるのに野菜たっぷりでヘルシーな一品です。テレビの前の皆さんも3ステップで簡単ヤミレシピは公式ホームページでもご紹介してます。ではまた来週。油を使ったお料理の後片付けって面倒ですよね。ガラストップコーナーなら揚げ物の後の片付けもとっても簡単。ガラストップ独自の構造で汚れがつきにくく、油などの飛び散りもさっと一吹きで綺麗になります。またごとくや排気カバーも取り外せるのでコンロ周りの清潔が保てて、料理の後の片付けがぐーんと楽になりますよ。皆さんもガスで美味しい時間を過ごしてみませんか。プレゼンテッドバイ長野都市ガス。